そうですね、いいゲームが期待できますよね。さあキックオフです。さあ始まりました。レッズやはり立ち上がりから相当なプレッシャーで前に来るのか。ここにウェズレイ、いいプレッシャーですよ。チェックに行く、つないでアドリアーノ、左へ激しい攻めに合っている。鋭いプレッシング、前に送って右サイドへ、そしてここは井原、見せてくれます。鉄壁のディフェンス、縦へ大きく出します。森山、プレッシャーを与えます。そこからエメルソン、ここはエメルソン、プレッシャーを与えます。そしてフッと流れるようなパスワーク、コースを塞ぎます。いいですよ、右に送って、グランパス、立ち上がりいかがですか。若干緊張してるかなという感じがしますね。なるほど。さあボールはうまくプレスをかけます。左サイドへ回してフッとチェックに行った。プレスをかけます、厳しいチェック、いいプレッシャーですよ。強いですね、15分を回っています。ようやくクリア、必死のディフェンス、ここにフッとシュート、入った、ゴール、レッズ先制。フッとすごいシュートだ、スタンドが大きく揺れる。いや見せてくれますね。グランパスとしては気持ちを切り替えていってほしいですね、はい、チェックに行く、右へ、つないでフッと激しい攻めに合っている。鋭いプレッシング、出した、ここはつながりません。そしてここは森山、そこから中村、森山、プレッシャーを与えます。プレッシャーを与えます。さすがですね。渡しません。コースを塞ぎます。これは通りません。左へ、いいですよ、インターセプト、
誰に出すのか、しっかりマーク、コースを塞ぐ。ここはウェズレイ、そして森山、激しい攻防、回してレメルソン、右サイドへスルーパス、今のつながればチャンスだったんですけどね、肝心なところでつながりませんね。ここに石井、うまくプレスをかけます、縦へ、さあ前へ、チェックに行った、つないでウェズレイ、そしてここはレメルソン、プレスをかけます、厳しいチェック、そのまま上がります、裏を狙った、タイミングが合いません、いいプレッシャーですよ、そこから岡山、アドリアーノ、スペースに入れる、ここはつながりません、フォローがいません、熱い守りです、1点を追います、グランパス、左サイドへ、オープンスペースを使ってきました、楢崎、落ち着いたプレーを見せました、ここは森山、そしてウェズレイ、鋭いプレッシング、鈴木、プレッシャーを与えます、回してレメルソン、一旦戻します、プレッシャーを与えます、ここに岡山、ここからの攻めに注目しましょう、つないでウェズレイ、コースを塞ぎます、タッチラインを割りました、レッズスローイン、前半戦終了です、ハーフタイムに入ります、グランパス防戦一方、後半はなんとか追い上げてほしいですね、そうですね、後半戦開始です、エンドが変わっています、左のエンドを守るのはグランパス、対しまして右のエンドを守るのはレッズ、落としてドリブルで上がっていこうというところ、そのまま上がります、強いですね、キーパーと1対1、いった、ポストだ、ゴールキックに変わります、拾ったのは山口、いいですよ、右に送って前方へフィードします、そしてここは森山、しっかりマーク、コースを塞ぐ、激しく当たる、左へ、大きく縦へ、いいボールだ、今のプレーいかがですか、津波さん、いいんじゃないですか、思い切って打っていくことはいいことですよ、そうですか、さあこっからの攻め、このパスは通りません、そこからフット石のディフェンス、右へ一旦戻す、激しい攻防、15分を回っています、ここで奪いました、前に送って、ここは森山、うまくプレスをかけます、チェックに行った、そして森山、回してウェズレイ、縦へ大きく出します、トラップ、ここにアドリアーノ、ここから組み立てていく、プレスをかけます、ドリブルで上がっていこうというところ、
厳しいチェック。つないでウェズレイ。さあどこへ出す。いいプレッシャーですよ。危ないところでした。前方へフィードします。大きく縦へチェックに行く。そしてここはアドリアーノ。激しい攻めに合っている。そこからフット。ここはエメルソン。ここから行った。これはやや精度を欠きました。おっと、ここでベンチに動きがあるようです。グランパス。石川、海本下がりまして、藤田、平岡入ります。レッズ、アドリアーノ下がります。ジョージョー投入。変わった選手はチャンスですから、どんどんいいプレーしてほしいですね。さあここからの攻め。鋭いプレッシング。回して森山。左へ右へ。初めてのコーナーキックのチャンスを得ました。ニア。厳しいチェック。集中力。スペースを探す山口。プレッシャーを与えます。左サイドへプレスをかけます。そしてここは岡山。チェックに行った。場内ブーイングです。そしてエメルソン。つないで阿部。いいプレッシャーですよ。激しい攻めに合っている。ここは森山。コースを塞ぎます。左へ右に送って、うまくプレスをかけます。いいですよ。また上げた。ヘッドだ。これは大きすぎました。拾ったのは鈴木。ここにジョージョー。激しい攻防。落ち着いてますね。そして今タイムアップ。レッズ逃げ切りました。津波さん、どうですかこの結果。チーム全体は非常に前向きでした。この放送は解説に津波聡さん、実況は私清水大輔でお送りしました。津波さん、どうもありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。それでは皆さん、またお会いしましょう。